はい、どうも、妖怪三国志クニトリオズ、今回もやっていきます。妖怪ガシャがね、四天王寺が、超アップのね時間が来ましたんでやっていきましょう。まあちょっと次ね 3.5 周年あるんで、まあ10連で抑えたいなと思うんですが、うん、打ち消しあるからね、これは欲しいね、私は。打ち消しが一番ですよ。まあ取りつくもね、残り 80% っていうことで発動の仕方がどうなのかっていうのもあるんだけど、うん、まあ、必殺技いいし、潜在能力もね、ぶつかりクリティカルいいんじゃないでしょうか。水属性のダメージ軽減よりダメージアップが良かったけどね。はい、じゃあ行きましょう。テレテレ坊主がゲットできてもいいかな。テレテレ坊主もこれ惜しいよね。これ回復だったな。なんか水属性耐性アップってあるんだけどね、今後水のイベントあるんかな。はい、じゃあやっていきましょう。今のね星9はねあれだもんね、弱点なしだからね。はい、じゃあ行きましょう。マジマッチはねまだ木曜日まであるね。でビンゴカード2枚目がね、あれなんで、ぜひね、ゲットしましょう。7月8日放送なんで、受け取り19時59分までって書いてあるんで、はい、これで2枚目ゲットですね。で3枚目が3枚目なんだろう、2枚目もこうフリーの場所をね、フリーの場所変えられるみたいなので、私は角っこにかけたいと思ってます。皆さんもねフリーの場所変えましょう。確かね、ビンゴカードはあとは当日はね、当日配布があるんで当日またログインしましょうね。はい、じゃあガシャ行きましょうか。超アップになってるね。いい波じゃないか、いい波じゃないか。はい、ということでね、攻撃速度も速いし力も2000あるね。回避と守りも高くてって感じだね。で超サボりがあるね。超サボりはイベントで使えるね。ただ戦力9825なんだよな、そこはあれだけどね。はい、まあちょっと次 3.5 周年でどうなんでしょう。例年だとピックアップがあるんですが、ちょっと 3.5 周年ね、もう期待したいんで、ちょっと10連だけにしたいと思います。これで対抗棒入れてもいいと思うんだけど、対抗棒とか復刻するんだろうな、きっとな。対抗棒とあとなんだっけ、俺の展示師でもこの前は奉仕演技あったから、なんか奉仕演技第2弾じゃないけど、なんかそれもちょっとあるような気がしてますね。あっさりダメですね。ピキンなんかやっぱ10連だけじゃやだな。30連しよう。おお、ダークコモン。はい、ちょっともったいないんですけど、もったいなくもねえか。もう10連いっちゃいます、ごめんなさい。頼む。ちょっと金の幅がちっちゃかったんで、これは金ですね。さあ変われ、生まれ変われ。まあいいか。これはテルテルボーが出そうですね。さあ来い。テルテル坊主来たか。まあいいでしょう、ポイントアップの刻意ゲットかな。はい、まあまあいいでしょう。ああメンバーに、そっか、メンバーにこれでテルテル坊主が出たのバレちゃってるな。は
はい、という感じでした。まあ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 、また復刻で頑張ってねゲットできればと思います。なんとなくね新しいランクも来るかもしれないし、ちょっとねうん、そしたらなんか小生結構ゲットしやすくなるんじゃないかなともちょろっと思ってるしね。プニプニで ZZ ランクが来たからね、なんか来るんじゃないかなっていう気もちょっとしてます。さあちょっと3060にもねお宝パス溜まってしまったんで、ちょっと使っていきたいと思います。これ使っとかないとね、スタミナムのさ、ショーがさ最後に溜まりまくっちゃうんです。でも今回っていうか、そうなんだけど、やっぱイベント妖怪がね、今いつもねゲットできるかできないかで盛り上がってるのに、なんかねそれがねないくて簡単にゲットできちゃうっていうから、やっぱりちょっとこのなんかやっぱイベントが閉まんないんだよな、ちょっとな。なので、おお、来ましたね。あ、間違えた。なのでね、ちょっとやっぱ新しいランク待ったなしなんじゃないかなと思いますけどね。ちょっと閉まんないんだよね、やっぱりね。イベントというかゲットしたいで頑張りたいからね。おお、いいね。ちょ、ガシャチケット出てほしいんだよな、本当は。さあ金が出てこないな。こんな感じでヌラネイラはめっちゃ出てくれるからね、非常に簡単だよね。さあ銀、よいしょ。スタミナもやっぱり出てくるかな。さあまだ何回もできるね。さあ銀、金がまだ出てないな。ボン、おお、いいね、スタミナもめっちゃいい。まあ、単純に3000だからね、10回と500だから15回か。経験邪魔いらんな。金出てほしいな。あ、出た。さあ6だから銀は出てないな。いいよっと。おお、いいね、ガシャチケット。これがやっぱベストだね。ガシャチケットが出てくれると本当嬉しいですね。さああと4回になりました。ドン。さあでもシーコンいいな。D コン、 C コンがちょっと不足してるからね。ABCD コンだったらもうどれでもいいね。 E コンはもうちょっと最近卒業したんで。ドン。うわ、最悪、銭パターン。あ、これあれだな、あれクリアしたかな、パネルミッションクリアしたんじゃないかな。さあまとめてやるとやっぱ動画多いな。これちょくちょくやった方がいいんだな、やっぱな。ドン。おお、またこれだ。多分パネルミッションどうしようかな。パネルミッションゲットしちゃったらどうなるんでしょう。もう自動ゲットかな。さあ金が2回目、6個だから銀はなし。せーの、ドン。おお、こう来たか。チケットは1回だけだったね。はい、でもまあ結構ヌラネイラが出ましたね。はい、という感じでござんした。パネルミッションまだなんだ。あ、終わってた。イエーイ。なんだ今出てなかったぞ。あ、これ自動ゲットになっちゃうんだ。 Oh no!
はい、まあでもパネルミッションもうでも、うん、クリアしなきゃいけないもんね、日程があるからね。はい、という感じでポイントアップのね極意はゲットしました。残念ながらね四天王じゃダメだったけど、絆は1695か、はい、そんな感じで、まああんま星9よりやっぱ星7周回してるから、なんだっけ、ドロップもねそんなにドロップしないんだよね。大王魔ヌラネーラこれね、あれどっかになかったっけ、あれどっか行っちゃったな、何個ドロップしてるかが見えるやつ、あこれだこれ、あ違うな、これ遊び方だな、あれヌラネーラのこれだ、ドロップした回数、こんなちっちゃいのがあったかな。はい、という感じでもうポイントもね 100% アップなんで、はい、もういい感じですね。あと7回ドロップするらしいので、まあ7回分は星8でね周回しようかなと思いますけど、はい、という感じで四天王寺超アップでした。残念ですね。ただ次回はね 3.5 周なんで、おそらく対抗、あでもどうなんだろう、対抗簿とかの復刻もあるような気もしますが、新妖怪ね、新しいランクどうなんでしょう、はい、期待してましたいと思います。まあやっぱちょっとねイベントがね小生妖怪簡単にゲットできちゃうので、ちょっとなんかなんかちょっとなんかね肩透かしみたいになってるんで、はい、なんかちょっと変わってくんじゃないかなとちょろっとね思っております。はい、じゃあ今回こんな感じでした。なんかあったような気がしましたけど忘れちゃったね。はい、じゃあすいません、最後までご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録お願いします。それではね、調整コインますますいたな。またお会いしましょう。さよなら、バイバイ。残念でした。